皆さんこんにちは、グランフェイスオコモでございます。今日は、サンクアルミワンダーウェブエクシビジョン2020のエクセルセミナーを、行わせていただきたいと思います。今回の、タイトル、一つ目のタイトルですね、こちらにありますように、今こそ注目、リビングとつながる自然共有空間外の間に着目しようということで、まずガーデンについてですね、少しお話をさせていただきたいと思いますので、ご覧いただければというふうにも思います。今回のウェブセミナーを行うにあたり、ブースは回っていただけましたでしょうか。サンクアルミ様のブースについて、今回8個のですね、いろいろな商品の展開がされております。まずそれぞれのですね、ブースをチェックしていった上で、ぜひですね、この中から一ブース選択してお話をさせていただければというふうに思います。今回のこのセミナーでは、一つですね、ハッピーナリラについてピックアップしてみました。ハッピーナリラでは、外の間についてですね、ガーデンの中でいかに、テラスがですね、必要なのかをお話しさせていただきたいと思っております。今後のですね、エクステリア、これからどんどん直面する話がですね、大きく変わっています。市場が大きく動いている中で、皆さんは今どのように過ごしていらっしゃるでしょうか。このような時の日々の暮らし、どのようにお過ごしでしょうか。今回のタイトルのように、外の間を使うにあたり、ぜひですね、住まい環境を見直していただきたいというふうにも思い、今回のタイトルに決めさせていただいております。今の現状をですね、ぜひご覧いただければと思います。今までの住まいですね、生活に関してはこのように行われていたのではないでしょうか。いつもの日常であれば、家族がですね、皆さんそのままご主人様は仕事へ、奥様は家事やパートに、そしてお子様に関しては学校や塾、お嬢様に関しては部活動や行事などに出て行っていたわけですね。それぞれの過ごし方があったのが今までの状況でした。それが今の状況として変化が起きまして、これからは自粛、自宅待機という状況になっております。そうするとですね、何が起きるかというと、今まで家から出て行った家族がですね、今度はご主人様はリモートワーク、ご子息はテレビゲーム、お嬢様はタブレットなんかを触ってみたり、そうすると何が起きるかというと、奥様の労働が、負担が増えて、非常に苦しい状態というのが家族の中で起きていくというのが現状であります。そうすると何が起きるか、ビフォーアフターとして、プライベートが正直なくなってしまいますね。どうしても家族がみんないるものですから、今までの時間と変わっていきます。さらに窮屈な暮らし、一つの空間に家族がみんないますので、どうしても今までのようなゆとりはなくなってしまいます。そうすると何が起きるか、ストレスの蓄積につながっていくわけですね。どうしても今までの自由だあった時間が、全て家族と一緒に生活していくと、なかなかですね、今までと時間が変わってくるので、ストレスにつながりやすいという状況が起きてくるわけです。その中、その理由としては何があるかなっていうと、家族全員の居場所というのがですね、まあ、当然、自分の部屋というのがあるんだと思いますけども、リビング&ダイニングにですね、集中するという形が住宅の中で起きてくるように思っています。特に我々からしてみると、敷地環境プランの見直しがですね、とても重要になってくるのではないかなと思っています。今までの住宅に関してはですね、広い敷地があって、それに対してですね、家を建てていましたが、よくよく見てみると、気流入分譲が起きて土地が小さくなり、家がですね、その中で目いっぱい建っている状況になっていきます。そうすると、建物が敷地に対して目いっぱい建ち、余白のスペースがなくなり、お隣さんとの目隠しがなくなり、借景もなくなっていきます。そのようにしていくと、どうしても生活環境が変わっていきます。さらに我々エクステリアの立場で考えてみると、ファサードに関しては開放的になり、お部屋に関しては車を、ね、見るような形で生活をしている。さらには車がなければ道路から丸見えのリビングになってしまったり、もしくは余白のスペースがないものですから、お庭がですね、小さく、もしくは取れないなんてこともあります。そしてお隣さん家から丸見えになってしまったり、もしくは借景がね、まるっきり見えてないので、お隣さんの家しか見えなかったり、そしてお隣さん家の距離がですね、非常に近くなってしまいますので、どうしてもそこに対してもプライバシーがなくなってくるなんてことはよくある話です。そして家族に関しては、リビングダイニングキッチンに一堂に集まる、こういった形の構成ができてくるからこそ、リビング&ダイニング集中型というふうに考えているわけです。
ここをですね、少しでも打破するには、やはり窓の外の景色に気づくっていうのはとても重要になります。我々が提案している外の空間、ここにですね、落ち着く居所をぜひ環境改善として提案してみるというのが我々の仕事になってくるのではないでしょうか。その時に窓の外をふと見てみてください。窓の外には何があるんでしょうか。やはりこれからはですね、部屋の中、リビング&ダイニングではなかなか厳しい空間ですので、窓の外の雰囲気に対して外の間という形で外に一つの空間を利用価値を高めてあげるというのも私たちのこれからのやることにつながっていくようにも思っております。そこで対策としてですね、ぜひ外側に目を向けるのであれば分散型にですね、していく家族をですね、リビングだけではなくて庭にも他にも暮らしてもらうような場所を用意するということで、そこに4つの要素をですね、用意していくのがとても重要になっていきます。1つ目、お庭を作るのであれば、まずはですね、上空のシェード、木陰を作るというのが1つ、準備がとても大切になります。そして出るステージですね、床のフロアが出てくれば当然ですけども出やすい環境になり、そこに出るのであれば滞在するために家具を置いてみる。そして植物をですね、周りに植えてあげることで自然環境の中で、心地いい空間の中でね、生活ができるというふうになっていくのではないでしょうか。これがいわゆる空間としてとても重要な4つの要素になります。そしてこの4つの要素を組み立てて外の間を1つですね、どういうふうに作っていくのかというのをここでご紹介していきたいと思っています。ここにあるように、もともとは限られた空間の中に部屋から臨時境界まですっとですね、丸見えな状況でありました。ここに外の間を作るのであれば、まず一つ床をですね、作っていきます。部屋からつながるフラットのですね、デッキステージを境界まで目いっぱい出していき、そして突き当たりにですね、目隠しとなる壁やフェンスなどを立ててみると、ここの出やすい環境が一つ生まれていきます。上空にですね、パーゴラやシェードをつけると、当然木陰ができたり、さらに視線を隠すということができていきますし、早速ここまで出てきたので、家具を置いてですね、家具を置くことでそこに出やすい環境を作り、そこでリモートワークや、勉強なんかをね、するなんていうのもとても楽しいようにも思っていきます。そして我々外の仕事ですので、植栽はとても重要なポイントになっていきます。緑を植え、花を植えると当然ですけど四季を感じたり、花がですね、咲いたとか、もしくは紅葉するなんていうことで季節の訪れを感じるようなものにつながっていきます。そして、我々は外の空間ですけども、窓の外の景色といって、外に出た時に部屋とのつながりも考えなきゃいけないので、インテリアと同調の装飾を作るような壁を用意すると、外の間というのが一つ完成するというふうに考えていただければと思います。このようにリビング&ダイニングに家族全員が一度に集まるのではなく、じゃあねってことで窓の外に一つ小さな空間でもいいので外の間を作り、そこにですね、一人二人出ていくことで、距離がね、保たれることでストレスを軽減して、もう一つの部屋の意味というのができていくのではないかなというふうにも思っています。ぜひですね、部屋の中の生活以外のところにも目を向けていただけるといいなというふうにも思っています。そこで今回のサンクアルミ様のセミナーの延長で、ハードウェアが具現化した外の間ができています。この商品展開はどんなふうになっているかというと、今回最初にご紹介したハピーナリラになるわけです。ハピーナリラの写真を見ていただければと思いますけども、当然ですけども突き当たりの目隠しの壁、床のフロア、天井、そしてガラスのね、引き戸等々ですね、ついていれば、当然これが一つのいわゆる外の間につながっていくわけです。特に今回はシーン展開が様々用意されています。ホームページでもね、ご覧いただいていると思いますけども、ハピーナリラの中にはこのようなシーンが用意されています。基本的には6つあるんですけども、展示ブースでは2つ、2と5のですね、シーンを展開していますので、そちらの方を私の方で簡単にご紹介していきたいというふうにも思います。まず1つはリフレッシュ名人の週末ということで、ナンバー8の、ね、ブースになります。実際外側から見ることも多いんですけども、今回外の間で部屋とのつながりということで、中から見た写真をちょっとピックアップしてみたいと思います。このようにですね、中から見た時に、リフレッシュ名人ということなので、ここでヨガやですね、少し運動なんかをできるような空間ということで、かなり開放的なスペースを用意しています。その中で商品のポイントになります。ポイントとしては、各それぞれを一つずつ項目をご紹介していきます。
まず一つ、最高天井でアルミフレームということで、外側から見たフレームと当然ですけども上空からの光、がですね入ってきて心地いい空間になっていきます。それから突き当たりの壁に関しては腰壁配置ということで、お隣さん家からの視線を遮ること、そして中でね運動なんかするとサイドの折りたたみでということで風通しをするパーツができてできていたり、もしくは手前のですね壁に関してはサイディング材が採用され、床に関しては人工木もできますけども土間タイル張りなんていうこともできるというふうに聞いております。このような形で一つの仕組みができてあります。そしてもう一つのブースになります。もう一つのブースはお酒と音楽をたしなむ夜ということで、アウトドアリビングをね形成しているような空間になっていました。このようなですね空間になると、当然ですけども今までのようなサンルームといって光が入る空間ということではなく、外の間としての延長になってくるのではないかなというふうにも思います。こちらのピックアップポイントをご紹介させていただければというふうにも思います。先ほどとちょっと違うのはですね、天井材ですね。先ほどは光が入ってくるように用意してましたが、今回は天井材を用いて上からの光というよりは装飾品として用意します。照明計画もしっかり準備されておりますし、折りたたみ戸で風通しも取っています。床に関しては人工木の床材を引くことで、メンテナンスもね非常に楽になり、突き当たりの部分には配置の腰壁がアルミパネルとして用意されるというふうになっています。鑑識の商品でここまで組み立てられるということで、現場でね造作をしなくていいという意味でも非常に、収まりの良いプランになっていくのではないかなというふうに思っています。また照明がついていますので、ナイトシーンも非常に心地いいものがあります。部屋からつないだ時のこのアウタールームといってですね、外のつながる部屋という部分を窓から、ね、見る風景として楽しんでいただくのも、この商品の面白さではないかというふうにも思っています。それでは最後にですね、このファーストセミナーのまとめをさせていただければというふうにも思っています。現在事情に適合する庭の提案として今見ていただいたようなものが多く取り上げられていきます。商品としてですね、具現化した外の間、鑑識と四式でどちらでもできますけども、今回のハピーナでは外の間をね構成することができました。それに対して内の間、いわゆるインテリア内装ですけども、ここは今までと変わらぬ状況にありまして、外の間と内の間がね連動することがこれからは増えていくようになると思っています。まとめとして、限られた庭空間が与える未来ビジョン、これからはね程よい距離と保ちながら敷地有効利用の価値空間というものが提案されることを望んでいるようにも思っています。ぜひ外の間の活用の仕方、ハピーナリラをね見ていただきながら、ぜひですね小さな庭でもこれだけできるよという提案をしていただければというふうにも思っています。以上、エクステリアセミナーを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。